いろんな間違いもあったかと思いますけど、自分自身はですね、これからも一生懸命、あくまでやっぱり県民の皆さんのためにやっていきたいっていう思いでいますので。状況としては、大変厳しい状況だとは思いますね。県議会の皆さんから、そういった申し入れがあるということは、本当に私自身も大変重く反省しなきゃいけないというふうに思っています。ただ一方で、私は3年前に県民の皆さんのご負託を受けて、まずは4年間しっかりやるようにという中で負託を受けてますので、それは辞職を申し入れとかそういったものはありつつですね、そこは真摯に受け止めつつ、私としてはしっかり仕事をしていくと。法律に基づいてというと、解散もあるというふうに認識してよろしいですか。選択肢としては2つも選べ、解散か辞職か選ばれると思います。制度として法律に基づくさまざまな選択肢があるわけですから、そこは法律に基づいてどうするかということを考えていくということになります。そこは大変申し訳ないなと、こういう状況になったっていうことは申し訳ないなっていう思いで、自分自身に対して悔しい思いではあります。でもその先生方もですね、心から今も感謝はしていますので、はい、本当に申し訳ないというふうに思いで、私自身は今います。すみません。そうした中で裁判を改めて伺いたいんですけども、知事ご自身としては、今後のですね、明日申し入れされますけども、先ほど述べられているように、調査にしっかり対応していくということをおっしゃってますが、改めてその思いというのをお聞かせください。そうですね、ちょっと感情が出てしまいまして、申し訳ないです。私自身は決して完璧な人間ではないので、いろんな間違いもあったかと思いますけど、自分自身はですね、これからも一生懸命、あくまでやっぱり県民の皆さんのためにやっていきたいっていう思いでいますので、県民の皆さんからもですね、やっぱりいろんなご指摘はいただいてます。頑張れっていうご指摘もありますけど、何やってんだっていうご指摘もあると思います。それは私自身がまだまだ力不足なところがありますので、それでもやっぱり未来の兵庫のために頑張っていきたいという思いは今でも強く持っていますので、ぜひそこをご理解いただけるように、これからも自分として頑張っていきたいという思いです。これから議会の方が出されるとすれば、大変重い決断だと思います。それはに基づいて、私はやはり法律に基づいて、それに対するどういう判断をするかというのを考えていくということです。